場所は韓国のチャンウォン KBS ホールです。こちらがチャンピオンのパクヨンギュン、25歳、23勝して1敗です。 14KO。チャレンジャーエベル・ベレーニョ、コロンビアの選手です。23戦全勝 21KO です。あのレフリーはあの桑田和正さんですね。はい、この大男のセコンドはあのかつてカルロス・モンソンの、マネージャー兼トレーナーであった、アミルカル・ブルーサですね。そうですか。元ヘビー級の選手だったらしいですね。ご覧のようなホールです。さあ第1ラウンドです。どういったスタートを見せますか。ベレーニョ23戦全勝 21KO です。チャンピオンのパクヨンギュン、この試合が6度目の防衛戦になります。現在5回の防衛を記録しています。まあ、あの防衛の回数といいますと、小泉さん、東洋から見るとこの現在の記録というのはこれタイ記録ということですね。そうですね。あのフェザー級というのはですね、東洋から世界チャンピオンがあまり出てないんですよね。はい、その最初の東洋初の世界フェザー級チャンピオンは西条正蔵さんですね、はい、WBA のチャンピオン、その次柴田邦明さん WBC、 そして3人目がこのパクヨンギュン WBA のチャンピオンですね。これまでの最高記録は西条さんの、5度の防衛ですね、はい、今だからパクヨンギュンは並んでるわけですね。ということはこれを勝ちますと、まあ、東洋人としては新記録ということになりますね。そうです。さあどういう試合になりますか。第1ラウンド、いつものようにパクが出ていきます。ボディ、今度は右、チャレンジャーベレーニョ、左フック、コロンビアのベレーニョ、どうですか。まあ、そうですね、あのベレーニョ左アッパーよく打ちますけど、結構左のフックも打ちますね。はい、どっちかというとストレートの方がいいと思いますけどね。ああそうですか。はい、ワンツーです。右から左、はい、パクの方のスタートはどうですか。やはりいつものような感じですか。いつもの感じですよね、前出ていきますよね、はい、もっと出てくると思いますね、だん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 、はい、ですからベレーニョとすれば入ってくるところですよね。そこを左ストレートをまっすぐ打つのか、右フックで一回相手のバランスを崩しておくのか、ええ、そこがポイントじゃないかなと思いますよね。23戦全勝 21KO です。 KO 率は9割を超えます。チャレンジャーのベレーニョ、パクモはやっぱパンチ力少々警戒してますね。ああそうですか。ナイスアッパー、左、これは当たりません。ちょっとあの左の打ち方思ったよりは良くないですね。最後は右を返します。右のストレート、パクのストレートです。チャンピオン、今のパンチは良かったですよ。はい、右のフック、離れます。ベレーニョ、ゴングです。第1ラウンド終了しました。まあ、このラウンド、まあ、振り分けるんだったらチャンピオンでしょうね。そのパクのラウンドですね。はい、まあ、右ストレートクリントがありますし、そしてプレッシャーかけて今のパンチですね、韓国のチャンウォンで行われています
WBA 世界フェザー級のタイトルマッチです。黄色のトランクスがチャンピオンのパク、そして紫色のトランクスがチャレンジャーベレーニョです。指名試合ということでランキング1位エベル・ベレーニョ、9割を超すその KO 率の力を見せるか、背中を見せています。チャレンジャー左、左から右、ベレーニョ思ったより左の打ち方良くないですね、はい、具体的に言いますと外から入って、はい、ナックルが綺麗に返ってないんですよね、それだと、まあ得意のパンチ左ストレートとありますけどね、はい、左ストレートまともにパンチ当たるのかなと思いますけどね、今の打ち方だとちょっとオープンブローにも見えますよね、開いてますよね、この左、はい、ナックルが返っていません。レベルベレーニョ、この左、今度は右、右もちょっとオープンがいいですね、左を向けします。とすると倒してきたのはストレートで倒してきたんでしょうか、あるいはこの左が強力なのか、9割を超しています KO 率チャレンジャーのベレーニョ、一発一発は力んで打ってはいますね、はい、あそうですか、はい、あ大きく引き上げましたが当たりません、グイッと出てきますパク・ヨンギュ、ボディアッパーはよく入ってますね、あなるほど、もしかしてこのアッパーが、アッパーはそうですね、同じフック、今のフックなんか右フック綺麗に肘が上がってナックル変えると効くんですけどね、ややオープン気味ですね、今右ラッパーです、右の左の仕方悪いですね、はい、第2ラウンド残り46秒回りました。これまでのところは、まあ、ベレンの方がパンチ当たってますね、はい、まあ、打ち方は悪いんですけどね、出ていきます、お互いにパンチを繰り出します、パクがまた出てくるんですね、出てきますね、相打ちをしながら出ていくといったような感じのパク・ヨンギュン、右のリードブローを伸ばします、ベレーニョ殴りつけるようなパンチです、ベレーニョさあロープに詰めました、ここで第2ラウンド終了です。ポイントとしてはベレーニョのポイントにしますね、私は、はい、左のアッパーはいいパンチみたいに思いますね、はい、ナックが当たりますが、他のパンチはちょっとオープン気味になりますね、はい、今の右フックをもっと肘が上がってナックル変えると効くんですけどね、はい、さあ第3ラウンドです、 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、出てくるところ大ナッパーです、そして右、もう一度左を返しました、よく打つところありますけど、アッパーは結構正確性もありますね、ああそうですか、はい、さあ詰めています、アクヨンギュン、おパンチを返します、アッパーっていうのは出しすぎるパンチじゃないですよね、ストレートあるいはジャブはパンパン出すっていうのはいいですけど、アッパー出しすぎるとですね、やはり拳が顎の横から離れすぎますからね、はい、左、おっと、膝が折れました、ベレーニョまだ動かありません、今のパンチ来ましたね、ナイスアッパー、顔返します、さあボディを叩くアッパーだ、パクヨンギュン大きなチャンスです、第3ラウンドチャンスを迎えています、こういったランダー戦になるとやっぱパクの方はいつものペースですよね、パンチを振り回します、左のアッパーこれ当たりません、ベレーニョ右ノックぐいぐい出ていきます、また詰めました、アクヨンギュン
まだ時間はこのラウンドたっぷりあります。頭から入っていきます。ボディから顔面、身を持っていった。ベレニオンも返します。さあコーナーに詰まっています。ニュートラルコーナー、最後のパンチ、左フック、激しい攻撃をぶつけていきます。パク・ヨンギュンです。第3ラウンド残り50秒を切りました。逃がしません、まあ、パク。ベレーヌ の、 あの戦績から見てどれぐらいパワーあるかなと思いましたけど、前に出る突進力っていうのはやっぱりパクの方がありますね。はい、逆にこの突進をベレーヌ止めたかったわけですからね。そうですね、パンチ力で止まるかなと思いましたけどね、はい、このペースだったらパクのいつものペースですね、はい、このままベネーニョペースを取られるか。よく桑田さんパンチ食いますね、はい、パクがですね、結局もう下向きながらこうしてめくらめっぽパンチ出してきますからね、ブレークかけてるのに桑田さんにパンチが当たったりしてますね。今桑田さんが間に入ったところゴングです。これで第3ラウンドまで終えています。このラウンドはもうちょっとダウン寸前の感じもありましたしね、はい、左フックでここでした、だからパクのラウンドですね。ガクッと膝が折れた時がありました。これです。あ、これですね。ロープがなかったらそのままダウンしてたんですよね。ダウンまで行ったようなパンチでした。さあ第4ラウンドです。巻き返しがあるかエベル・ベレーニョ、このままの勢いでいくかパク・ヨンギュン。完全に前へ出てきています。パク・ヨンギュン、先ほど第1ラウンドにまだまだこれから出てきますよと浜田さんおっしゃってましたけど、その通りになりました。何出てきましたね、まあ、相手はサウスポーですけど、タイプ的にはそれほどパクにとって嫌な相手ではないと思うんですよね、はい、むしろ嫌だったのはこの前の試合のジョバンニ・ニエベスみたいな、あれは嫌そうでしたね。もうパクに輪をかけたような突進型のファイターだったですね、まあ、パクは自分と同じタイプの選手はもちろん、嫌いな選手ですけどね、ですけどサウスポーもどっちかというと苦手にする方だと思うんですけどね。ベレーヌのボクシングはサウスポーの利点が効いてないですね。あ、なるほどね。今背中のベレーニョ、左のボクサータイプということなんですが、その、まあ、こうなったらもうこういった乱打戦はサウスポー右構え全然関係ないですからね、利点を殺されています。さあまたコーナーに詰まりました。右左パクのパンチがヒットしています。少々効きましたね。今度はボディ、スタミナを奪っていきます。さあ左右のパンチを繰り出して左大きく振りました。これはベレーニョは打たれ強くはないですね、あーっとグラッときた、後ろへポンと飛び抜きましたベレーニョ。ブレイクです。ロープに詰まりました。フリンチ、右長いリーチでその距離を取ろうというベレーニョなんですが、完全に追い込まれてきています。左右のフック、力強いフックです。ガードを高く上げます。パク、パクも突っ込んでいきます。いつものペースになりましたね。ラフなんですけど連打にはスピードがあるんですね、はい、打ち方も良くないしバランス崩すこともありますけどね、前のみりのパンチ
パクヨンギュンどんどんと前傾姿勢出ていきます。ここでゴングです。第4ラウンド終了しました。はい、チャンピオンのポイントですね。はい、今の右叩きつけてから左フックっていうのは良かったですよね。WBA 世界フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンがパクヨンギュン、6度目の防衛戦、チャレンジャーランキング1位のエベル・ベレーニョ、指名試合です。右のストレートをボディへ、パクヨンギュン、さあまたコーナーです。クリンチに行きました。あのパクの長所って言いますかね、はい、特徴いい面っていうのは東洋人にしては体が柔らかいですね。だから体ゆったりですね、沈めたりですね、はい、韓国の選手大体硬いんですよね見た目以上にあの相手のパンチを殺すのは上手いんですよ。そうですか。例えばあのエロイロハスですね、はい、あの強打のベネズエラの選手なんですけど、あの選手がまたそのパンチあるんですけど、もう一つ上手さがないんですね。末物切りみたいに左手伸ばしといてそこを思い切り右を打つような、そういう単調な攻め方しますからね、はい、そういうパンチスイスイ外されましたもんね。確かあれは判定で勝ったんですね。そうですね、ちょっと絡むシーンが多くなってきました。この2人、パクヨンギュン、エベル・ベレーニョ、右から左、まあ、パクは揉み合いも強いですからね、ベレーニョは揉み合いは避けた方がいいですね。こういった揉み合い、まあ、番組の冒頭にクリンチという話もねしたんですけども、こういうのは揉み合いというんで、クリンチとはまたちょっと揉み合いが違う。疲れますよそれは。うん、金からの攻撃です。ボディを打ちました。まあ、揉み合い、まあ、クリンチなんか、まあ、体力必要しますからね。さあラッシュをかけます。チャンピオンがラッシュです。右手出してるわけには当たってないですね。構成取ってるようには見えますけどね。ボディを返します。右、これも当たりません。大きなパンチでした。相手のパンチをキングかわします。そして追いかけます。まあやってる相手からすると目の前で空振りされても疲れるんですよね、もう邪魔で邪魔でしょうがないんですね、はい、あとこれはちょっと低かったですね。ですか。うん、左でローブローです。注意を受けましたエベル・ベレーニョ。パクが右からリードするときにちょっと体が浮いて右のパンチが流れますね。あそこがチャンスだと思いますけどね。第5ラウンド終了です。ポイントとしてはチャンピオンのその有効打構成点を買いますね。パクのラウンドです。はい、韓国チャンウォンという KBS ホールというところで行われています。韓国の放送局 KBS のその KBS でして、そのホールで行われているこの WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ。確かにクリーンに当たっているパンチはありません。でもベレーニョはあれだけ打たれると嫌なもんなんですね。相手のパンチ殺してて打たしてなくてもですね、姿勢一方であるっていうふうに見えることは分かりますからね、だからやはりあの劣勢なんだなっていうことは自分でも分かると思いますし、ちょっと変則的な動きしてきましたよ、はい、まあ珍しい動きしますね。今横に動いたり、ちょっとジグザグに前に出てきましたが、オープンブロー、オープンブロー注意されましたね。やっぱりまあ、オープンブロー、まあ、当たっても見た目より効かないですから、やるだけ損なんですけどね。はい、右のストレート、
エベル・ベレーニョ23戦全勝 21KO というレコードなんですが、このパク・ヨンギュンの前に力が殺されています。攻め込まれてますね。上体を振ります。パク上体を振って入っていきました。完全にパクの距離で試合を行っています。中に入るパク、ボディを打ちに行きます。左のガードをかなり高く上げています。パク叩いています。パク第6ラウンド、かなり手を出しているパクなんですが、浜田さん、このラウンド の、 その、まあ、有効打といいましょうか、有効打はあのないですか、全体的には少ないですよね。やはりないですか。ボンバーの手を出してるんで、相手が、まあ、下がっていってるんで、見た目以上、あ、見た目よりは、効いてるように見えますけどね。そうでもないんですね。あの体を沈めて右腹叩きつけてくるのは、あれは得意なんですよね。決してパクの打ち方も、はい、フックの打ち方なんか結構オープンブローが多いんですよね。まあいい打ち方ではないんですけどね。ですけどあれだけボンボン、ワイルドに攻めていくと、そういった打ち方の悪さなんかも殺されてしまいますよね。黄色のトランクスが地元韓国のチャンピオンパクヨンギュンです。そして紫色のトランクスがコロンビアの選手、ランキングは1位エベル・ベレーニョ。ゴングです。第6ラウンドを終えました。構成点でですね、やはりチャンピオンのラウンドですね。第6ラウンドまで終わりまして、小泉さんの採点ではチャレンジャーが取ったのは第2ラウンドのみということになります。あとの5ラウンドはパクが取ってますね。はい、パクの、ね、頭の位置、可動範囲ですね、それをちょっと見てもらえば分かるんですけど、東洋の選手にしてはですね、頭の上下動、左右への動きっていうのがあるんですね。はい、だから見た目以上にこの選手は相手のパンチ食わないんですよ。なるほど。パク自身タフでもありますけどね、はい、その辺ディフェンスのそのずるさっていうのがありますね。試合は第7ラウンドに入ります。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチです。もうナイスアッパー、いいパンチ、ここで左連打、もっと攻めることですね。パを出します。ベレーニョ今のパンチ来ましたよ。ナイフック、おっと間に入りました。レフリーのクワトさん、ちょっとオープングローですかね。ああ、また注意をしてるわけですね。さあ、一つ間を置かれました、ベレーニョ、まあ、左角度すれば、ほんの数秒ですけど よかったですね、はい、少々休めましたから。顔をしかめましたパクヨンギュン。ちょっと気になるのは右のパンチが流れますね、今日パクは。はい、もっと右自身にも威力ありますけどね。第7ラウンド、いいところがありました、チャレンジャーのエベル・ベレーニョ。しかしまた流れが変わったか。オープン気味の左を再三出します、ベレーニョ。左をワーッと右が入った。パクのチャンピオンの右が入りました。
盤にアッパーを繰り出します。しかも左右のアッパーを出します。エベル・ベレーニョ、まあ、アッパー、下から来るパンチ、避けにくいことは避けにくいんですよね。頭2、はい、うん、今オープンですよね、オープン。これがもっとまっすぐに出てると、ちょうどいい角度に入るんですけどね、はい、だからこのパクヨンギの相手にですね、大振りのパンチすると、ああいうそのボディームービングって言いますかね、上体をこうしてローリングしたりですね、そのダッキングしたりする、あれで避けてしまうんですね。パンチもナックルがきちんと当たってないですね、はい、攻めてはいるんですけどね。頭から入っていきます。ちょっとバランスも崩しました、チャンピオンのパク。それでも追いかけます。左ナッパー、チャレンジャーです。チャレンジャーの左ナッパー、ここでゴング。第7ラウンドを終えました。まあ、このラウンドもチャンピオンのパクのラウンドですね。パクが25戦戦って23勝1敗、1つの引き分け、23勝のうち14の KO 勝ち。あのパンチは良かったんですけどね。ここを聞いた場面、ここは非常にいい形で攻めていたんですが、オープンブローをこの後注意されました。23戦全勝 21KO のエベル・ベレーニョ。ベンチ、両腕をつかんで背中を見せています。チャレンジャー・ベレーニョ、ボディを叩きます。左フック、パク、ガードを上げました。そしてクリンチ、エベル・ベレーニョ。そんなに効いてるわけじゃないんですよ、今の連打もね。ただ体でわっさわっさ、その押し上げられてますからね、クリンチ、まあ、あのパクが腰を低くしてくるところ、脇の下に入れてパクの体上げてみるのもいい方法ですよ、はいはい、そうするとあのパク の力が半減しますから、はい、今上から抱え込んでますけどね、これを中から手を入れてパクの体を起こしてしまうのも、あのパクが手出なくなりますからね。はは、減点ですか。減点取りましたね。ホールディングですね。今のはその取られてもしょうがない面ありますね、はい、パクの連打構成に対してですね、あの回り込むのでなしですね、右フックで回すでなし、ともかくクリンチで抑え込もうとしてますからね、まあホールディングですね。パク連打してますけど、ナックル当たってないですよ。あ、そうですか、はい、みんな錯覚を起こすんですよね、あれだけ攻めてるんで。片手をしていきました。そして左ボディを叩きます、パク。第8ラウンドチャレンジャーに減点がありました。ガードの上を叩きます、頭を下げます。その上をパンチが通過します。向こうがパク、左、今右、あのパクに勝つにはですね、パクがその15発20発打つうち相手に合わせなくてもいいんですよ、はい、しっかり右打ったら左のガードは顎の横、左打ったら右のガードは顎の横っていう風な形、数は少なくてもいいからインサイドで強いパンチを持っていくことですね。それで打ち合えば打ち勝てますね、はい、姿勢一本になりました、まあ、ベレーニョ、ね、やってる相手はこの連打に錯覚を起こすんですよね。回転が速いだけで効果はそれほどない場合がありますからね、はい。ゴング第8ラウンドを終了しました。ポイントとしては10対9ですね、はい、そして、マイナス1点ありますから結果的には10対8、ここで2ポイントも差がつきますね、はい、このラウンドだけで。
되니까 손 바짝 올리고 ちょっとベレーニョっていうのも覇気がないですね。挑戦者ですしね、はい、23戦全勝 21KO のこれだけ立派な成績持ってるんですから、もっと自慢の強打を見せてほしいですね。試合は第9ラウンドです。覇気を見せられるか、見せることができますか。エベル・ベレーニョ、コロンビア、サウスポースタイル、サウスポーのボクサーエベル・ベレーニョ。やり頭を下げてこのパンチをかわしました。そして懐に入っています。ハク・ヨンギュン、左から今度はボディです。ベレーニョが離しません。接近戦、頭から入っていきました。パクヨンギュンチャンピオン、完全なパクのペースですね。いつものパクのペースです。とこれに手を焼いています。エベル・ベレーニョ、速いのパンチを出す。時々低いダッキングしますからね、パクは。ボディ、ボディへストレートを持っていきました。パク・ヨンギュン、ベレーニョがですね、もともと左のアッパーが得意なサウスポーなのか、その僕対策として左アッパーを練習してきたのかですね。ははは、い、出すんだったら今ですよ。こうして相手が入ってくるときに、はい、そのダブルで打ったりトリプルで打ったりして右フック返すことですね。スパンに入ってきます。ハク、今度は右です。左、これも奥気味ではありますが、出せば当たるんですよ ね。左をまたストレートです。ベレーニョ、あと距離が合ってきましたね。まあ今の打ち方は悪いですね。パクみたいな選手にサウスポーが左フックはそんなに必要ないんですよね。まっすぐ打ってみることですよね。特にその左ストレートを低め低めに打つんですね、はい、このベレーニョの打ち方はですね、ある距離だったら自分のパンチはナックルで当たるんですよ。ちょっとパクが前後してですね、距離外されてしまうともうナックルが当たらないんですね。あ、なるほど。だから正しい打ち方っていうのは広角打法ですよね。相手がちょっと動こうが後ろへ下がろうが、それはナックルがきちんと当たる打ち方ですよね。ところが例えばアッパーですよね、円弧を描いてこう下から持っていってますから、それがちょうど相手の顎に引っかかればそれ当たりますけど、ちょっとずれるとですね、もうナックル当たらないですよね。ただこのラウンドは私はベレーニョのラウンドだと思います。はい、久しぶりにベレーニョのラウンドとなりました。続いて第10ラウンドです。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチです。韓国で行われています。チャンピオンの地元イーロントランクスチャンピオンパクヨンギュン、6度目の防衛戦です。ガード固めてきましたね。まあ、中間距離はパクの方も警戒してますからね、はいはい、接近するとベレーニョ接近戦でのショートパンチの打ち方はまあ下手ですからね。まあ、そう入るところ入るまでの間ですね、あのパンが警戒するのは。パクに勝つにはですね、やっぱり一発のキレですね、はい、それがないとこれだけ手数が出る選手ちょっと仕留められないですね。
まあ、ベレーニュの戦績から見てそれを持ってる選手だと思いましたけどね、一発のキレもね、まあこれだけ今までやってきた選手がやっぱり弱い選手だったかもしれないですね。あ、なるほど。このベレーニュという選手も悪い選手じゃないと思うんですよ。間合い取らせてくれて自分のその射程距離でパンチ出させてくれたらですね、はい、結構強いパンチがあると思うんですけどね。その間合いを取らせません、チャンピオンのパクヨンギュン。チャンピオンとしては徹底的に射程外して入って入って押したりですね、さあさあ追い上げたりしてますね。思い切り伸ばしていきます。ベレーニョ頭から入っていきました。チャンピオンパクヨンギュン、第10ラウンド残り45秒を切りました。パクは武田正明、それからエロイロハス、浅川誠二、松本浩二、序盤にニエベス、こういったところを下しまして、これが6度目の防衛戦。日本人と3人と当たっています。左、これもオープン気味。エベル・ベレーニョ、左側、右側チャンピオンのパクヨンギュン、ストレートです。そしてボディを叩きます。パクが出ていくと観衆側は起き上がりますが、第10ラウンド終了です。パクも左フックはもっと当たりそうな気がしますね。前半からたまにいい左フック当たってますし、一度ダウン寸前に追い込みましたね、はい、その左フックの使い方が足りないですね。ただしポイントとしてはパクヨンギュンチャンピオンのポイントです。球をグイッと持っていきます。今1回2回当たってますが、軽なんですよね、はい、全体的に韓国の選手は頭硬いですからね、まあ、同じ WBA のチャンピオンで5度防衛の記録を持っている西条正蔵さんですけどね、かつてある局でその、ラウル・ロハスとのそのからタイトルを取った試合、そのビデオ放送ありましたけどね、はい、やっぱり西条さんいいボクシングしてますよね、スピードがあって。そうですか。本当に日本のアウトボクサーの諸君たちの本当手本のあるボクシングしてますね。やっぱり最後までパクの、いつもの揉み合いながら前に出ながらのしつこいボクシングになってきましたね、はい、まあ、なってきたっていうのは最後までそのボクシングできましたね。体を本当にすり合わせるような、頭をぶつけ合うようなパクのペースです。11ラウンド、左、うん、ちょっとカウンター気味だったんですが、左、あれがサウスポーンもっと当たるんですけどね、もみ合いになっています。こういうところでも体力を奪われていきます、チャレンジャーのベレーニョ。球を下げて入っていきました。そしてボディです。まあ、右フックのないサウスポーですからね、日本のそのトレーナーが教えるその右フックの切り返しのですね、その左ストレートから右フックの切り返しの、あの右フックがあればですね、相手を回すこともできるし、こうして入ってくるときカウンター取れるんですよね。その右フックのないサウスポーですからね、だからパックとしては楽ですよね。どんどんと入っていきます。パック非常にブレイクがこの終盤あり多くなってきています。
ちょっとパクも疲れましたかね。はい、パクの方も、クリンチ多くなりましたからね。惰性で前出て手出してますからね。レフリーが分けます。残り10秒を切りました。11ラウンド。確かにボクシングでは試合の後半惰性というのがあるんですよ。だから同じだったら攻撃的な惰性で前へ出て手を出し続けた方が勝てますよね。なるほど。交代して姿勢になるような惰性よりはですね、はい、攻撃的なその惰性の方がいいですよね、はい。まあ、このラウンドもいいパンチあったんですけどね、全般的には前へ出てこうして手を出し続けてますから、はい、私はパクのポイントにしますね。はい、11ラウンドをパクが取りました。ここまではポイント上圧倒的にパクヨンギュンです。私は3つのラウンドがですね、ベレニョのラウンドつけてますね。2つですね。第2ラウンドと第9ラウンドですか。そうですね、はい、失礼しました。そしてベレーニョは第8ラウンドにも減点がありまして、これは10対8がついています。そして最終12ラウンド、 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ。ベレーニョはノックアウトじゃないと勝てないでしょうからね、はい、勝負することですね。さあ最後のラウンド、うん、3分間勝負に行きます。ベレーニョ後手後手に回ってますが、先手先手で打つことですよね。はい、23戦全勝 21KO、 KO 率9割を超す、その力を見せてほしいものですが、エベル・ベレーニョそのノックアウトパンチャーらしいところはまだ見えないですね。ないですね。完全にこのパクヨンギュンに殺されてしまっているようです。ボクシングの基礎っていうかファンダメンタルっていうのは大変大切だと思いますね。これだけベレーニョも手出してるのにですね、打ち方が悪いためにほとんどオープンブローですね。少し脇詰めてナックル返してきちんとその斜め前出るようなアッパーですね、ああいう天井すくい上げるようなアッパーでなしにですね、はい、斜め前出るようなアッパー、そして右フックきちんと返すようなそういう基礎を作っとけばですね、もっとパンチ当たりますね、はい、当たっても効かないですね。ワンツーを見せました。左左ベレーニョ、最終ラウンドですが、しかしここまでパク疲れましたね、ここまでの流れが依然として続いています。まあ確かにあれだけ打てば疲れることは疲れるんですけどね。ストレンジの打ち合いが続きます。こういった揉み合いが非常に多いこの試合、うん、こういった時の体の持たれ合いっていうのを疲れますよ。持たれていきます。パク、あー、いい当たり。効いてるか、どうだ。効いてますね。ます。さあまだ少し時間があります。疲れたところですから効くんですよね。早く距離を取りたいところです。チャンスですね。ベレーニョさあ行きます。うん、パクうまいですね。踏まれてしまいました。クリンチの仕方、はい、ここでうまさ出てますよね。なるほど。時計は動いています。時計は動いています。今肩噛んだんじゃないですかね。ああ、そうですか。噛んだのか。ここでゴングです。その歯が当たったんですね。ちょっと顔しかめましたもんね、うん。試合終了となりました。ラウンドはそのベレーニョのラウンドですね。はい、あわやダウンですもんね、アッパーで。さあ私のここですね。あ、いい、危なかったですよ。やりました。ぐらついています。チャンピオン、私の採点は117対110ですね。はい、
117対112が2人ですね、5ポイント差が2人と115対114、はい、1ポイント差が1人いますね。あ、そうですか。だけど採点上は3対0、はい、パクの防衛ですね、6度目の防衛です。チャンピオンが防衛に成功しました。 WBA 世界フェザー級のタイトルマッチ、6度目の防衛です。チャンピオン、パク・ヨンギュン。